皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ソラチのね、グルメ本堂にね、行きますぜという話になっておりますけども、まあ何かしらですね、大会の盛り上がりのお役に立てればなと思いまして、それに関連するね、投稿させていただきたいと思います。まあ私がね、これに乗って行きますぜという話なんですけど、タイヤをですね、実は交換しまして、ノーマルのタイヤの 28C だったな、あれがついてたんですけども、なぜか持ってます。シュワルベの絶版タイヤのシュワルベ、アルトレモ ZX っていうのが、当時これの確かね、700C 版が、本当ツールとか、グランツールみたいので使われたっちゅう、まあ、高性能タイヤをなぜか持っておりまして、で、それをちょっとね、結局ずっと宝の持ち腐れみたいになっちゃってたんで、じゃあちょっとつけてみっかと。いうところで交換してみたところ、素晴らしいですよ、これね。明らかにこう、走りが軽快になったなっていうのがわかりますので、これで、ね、上り坂とか行くと結構なんか気持ちよくぐいぐい伸びていくんだろうなと思わされるようなものになっております。で、あとですね、まあどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、結構ね、サポートをやっぱしますのでね、それなりの修理用の工具だったりとか、備品とか、を持ってうろちょろ、まあ、するわけなので、荷物がまあそれなりにね、できますと。で、去年行った時はですね、タルタルーガンにね、ターのマーケットバスケットっていうキャリアの上に乗っけるやつをつけて行ったんですけども、あれが非常に面白かったので、今年もそのカゴつけていこうと思ってたんですが、去年と同じものつけてもつまんねえなっていう話になりまして、で、これもなぜか持ってました。バジルのですね、これも多分絶版だと思うんですけど、サイドカゴです。いわゆる後ろの荷台ですね。それをサイドバッグとして使えるようなカゴです。で、これをですね、つけて、行ってみたろうかなというふうに思っておるところでございました。ね、こんな感じで、なんていうんですかね、気合の入ったロードのね、で、ぐいぐい行きますよというのだけが自転車の楽しみじゃねえぜというようなことが表現できればなと思って、行きますので、ご覧になった方はですね、生温かい目で、ご覧いただけると本当に嬉しいなというふうに思います。じゃあ会場でお会いしましょう。